そして自らの手で記憶を封印してしまった香織さんだってずっと敬語使ってる。お休み中のところ申し訳ありません。抱いてくれないね。あなたはまた思い来ないで。どうしてこんなこと。いやー、いつか伝え聞いた遥か遠い森の雪解け、青い月の光、凍えそうな背中を照らしてる。でも何もかも嘘じゃない。私昨日のことのようにはっきりと覚えてる。